永瀬廉、キンプリとナンバーガイの共演にファン困惑も。永瀬は5人での復活を望む。また5人に戻りたい。その言葉の真相に絶句。こんにちは、スコープ芸能です。キング&プリンスの高橋海人さんと男性7人組ダンス&ボーカルグループ BE:FIRST のソウタさんが6日に放送された日本テレビ系音楽特番 THE MUSIC DAY に出演しました。番組では高橋さんとソウタさんがキング&プリンスの1番 BE:FIRST のブンブンバックの2曲でコラボダンスを披露したのですが、さらにダンサー振付師の海田さんも加わり、幼なじみ3人でリダクリス How Low に合わせて圧巻のダンスを披露しました。ダンス後に感想を求められた高橋さんは、最高です、もうずっと友達でいてくれてありがとうと2人に感謝を伝えました。これに対しソウタさんは、こちらこそと笑みを浮かべ、海田さんは愛してると叫びました。この高橋さんの言葉にネット上では、最後の言葉にじーんとなった、エモーショナルズ最高だった、感極まってメンバーに感謝の気持ちを伝えちゃうの、ほんとかいちゃんぽくて好き、こんな最強な幼なじみって湘南やばすぎる、最高の言葉だね、カイトくんに泣かされた、幼なじみ最高かよといった声が上がっていました。高橋さんの素直な人間性に心動かされてしまいますね。音楽番組で感動的な瞬間を生んだ高橋さん、一方相方の永瀬さんもまた別のところで活躍されています。監督永井達之さん、脚本岡田真理さん、キャラクターデザイン田中正義さんによるオリジナル長編アニメーション映画触れるの公開日が10月4日金曜日に決定し、キービジュアルと本予告映像、声優やスタッフ陣が解禁されたのですが、メインキャラクターを永瀬廉さん、そして俳優の坂東龍太さんと前田健太郎さんが担当することが明らかになりました。また主題歌が YOASOBI の書き下ろし楽曲モノトーンであることも明かされました。触れるはクローバーワークス制作のオリジナル長編アニメ映画で、同じ島で育った後上京しバラバラの生活を送る幼なじみ3人と彼らをテレパシーで結びつける不思議な生き物フレル、彼らの友情とフレルの隠された力が描かれる作品となっています。予告映像では冒頭、島で暮らす幼なじみ3人であるアキ、リョウ、ユータとフレルの可愛らしい姿が描かれています。一方の後半では成長し、東京高田馬場で共同生活を送りながら少しずつすれ違っていく3人の様子が確認できます。フレルのメインキャラクターの一人で、言葉でのコミュニケーションが苦手な少年小野田亜希を演じるのが永瀬廉さんです。永瀬さんは2023年に公開された映画ドラえもんのび太と空のユートピアで声優初挑戦をしており、フレルは2度目のアニメ映画出演にして初主演となります。情報解禁に合わせて YouTube ではメインキャラクターの声を担当する3人と永井達之監督の対談動画が公開されました。動画の中ではオーディションを経てメインキャストが決まった経緯について、永井達之監督が起用理由を語っています。情報解禁に合わせた永瀬廉さんからのコメントがこちらです。様々な方々がオーディションを受けられている中で自分がチャンスをつかみ取れたこと、そしてアキという役を演じさせていただけることがめちゃめちゃ嬉しかったですと同時に、僕がこれからどうアキを演じていこうかなというワクワクが同時にぐっと上がってきました。フレルはコミュニケーションの大切さ、日常生活での人とのつながりを改めて考えさせられるような作品です。年齢世代問わず今だからこそ見ていただきたい作品になっています。楽しみにしていてくださいと喜びと役への思いを語っていました。高橋さんも永瀬さんもそれぞれに違った活躍をされていて素敵ですね。そんな2人のファンにとって、2023年にキンプリから脱退し現在はナンバーアイとして活躍する3人の動向も気になるところではないでしょうか。7月3日放送の音楽特番
2024FNS 歌謡祭夏にナンバーガイが出演しました。同番組では今回大物アーティストとのコラボ企画が行われました。コラボ企画ではナンバーガイがリスペクトするアーティストとしてクレバさんが登場。そしてクレバさんの人気曲一歳合歳を4人で披露しました。またこの日は元セクシーゾーン現タイムレスの中島健人さんと東方神起のコラボも行われたため、平野さんと中島さんが CM 前のステージ上で顔を合わせることに。その際中島さんが平野さんの前に拳を突き出すと、平野さんがすかさずその拳を掴むポーズを見せ会場を沸かせました。そんな2人といえば2020年放送のドラマ未満警察ミッドナイトランナーで共演していて、拳を掴むやりとりは劇中のお決まりポーズでした。それだけにネットではジロ&カイポーズ最高やん、ミッドナイトランナー見てた人なら泣くよねこれは、と感激の声が相次ぎました。その一方で後半のナンバーガイとスノーマンの共演については賛否の声が飛び交ったのです。番組の後半ではナンバーガイとスノーマンがそれぞれ新曲を披露しました。この時両グループは同じ時間帯の登場だったことでステージ上で横並びになったほか、パフォーマンス後に別グループのメンバーが拍手をする様子なども映ったのです。この共演についてファンからは、平野くんたちが歌い終わった後スノの眼差しが泣けた、2組が並ぶ景色が美しすぎた、 FNS 歌謡祭ありがとうなどと称賛の声が上がった一方で、事務所が違うアイドルとの共演を嫌うファンもいることで、急ジャニを出て行ったくせになんで絡むの、並べることにニーズなんてどちらのファンにもほぼないと思うし、わざわざ出番の前後の拍手してドアップにする演出も誰が考えた、 2B と今でも仲悪くない感の演出マジいらん、本人たちは何とも思ってないだろうけど私がやだなどと辛辣な意見も上がりました。出演者たちの間にわだかまりはないと思われますが、一部でまだ抵抗があるというファンもいるようですね。7月6日のザ・ミュージック・デイ2024のタイムテーブルが発表された際も、共に歌んできた仲間であるはずのキンプリとナンバーガイ双方のファンが荒れていました。問題のタイムテーブルですが、キンプリは20時台、ナンバーガイは21時台と分かれたものの、その21時台にはストーンズも出演、さらに高橋さんの BE:FIRST、ソウタさんらとのコラボパフォーマンスがナンバーガイと縦並びで表記されていたことから、SNS 上で一気に不満が噴出したのです。X 上ではナンバーガイをひらがな読みしたヌンベリという別称を使い、またストとキンプリにヌンベリ上げさせるんだろうね、一生懸命気にしないようにしてるのにどんどん嫌いになるばかり、キンプリヌンベリと被らないと思ってたらカイト3人は兄貴面すんなよ、話しかけんなよ、絡むなよ、ちょなんで売れてもいないヌンベリが9時台のゴールデンタイムなんだよ、しかもキンプリとわざとぶつけてきやがった、キンプリに対する公開いじめかよ、とスタート社所属アーティスト特にキンプリとの共演を拒絶するような投稿が多く見られました。ファンからはこのような意見が見られていますが、当事者の永瀬さんは実際のところはある一つの願いを胸に秘めていると、とある芸能関係者が言います。永瀬さんはやっぱり音楽がやりたい、それも5人でとの思いが今も強いと聞いています。そして現在の活動に力を入れキンプリを存続させていくことが5人の絆を途絶えさせない何よりの手段であると考えているようです。事務所こそ別々になったもののお互い連絡を取るなど5人の交流は今も続いているんです。再び5人での共演を見られるのならファンにとって願ってもない話ですが、実現する可能性は十分あると前室の芸能関係者が続けます。キンプリはスタートの福田 CEO が最も関心を寄せる所属アーティストの一組です。社長就任が報じられる直前の10月下旬、都内で開かれた業界関係者の誕生日パーティーで福田氏がスピーチをしたのですが、その中で
自分のミッションの一つはキンプリを5人でリユニオンさせることですと高らかに宣言したのです。スタートの公式サイトではタレントマネジメントの基本方針が次のように綴られています。タレント自らがその活動の方向性に応じて自分自身で活躍のスタイルや場を求めていくことになり、当社はプロデュース機能やマネジメント機能を各タレントに提供し、タレント活動をサポートしていきます。希望者にはエージェント契約を導入するなど、タレントの自主性が尊重されるというそうです。従来の常識にとらわれない活動の形が取られることも十分に考えられるのです。再び集結した5人のライブパフォーマンスが彼らの歴史の1ページに刻まれる日はそう遠くないかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。